こんにちは、渡辺隆介です。デビューロボン、ブルーソル発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。それから、スカイプを使ったレッスンもやってます。スマホやパソコンをお持ちの方は、自宅にいながらレッスンを受けることができますので、興味ある方は、下の概要欄にリンクを貼ってますので、そちらをご確認ください。ジャズギター100本ノックは85本目ですね。今回は、ニカズドリームをやっていきたいと思います。黒本に載ってますので、お持ちの方は見ながらやっていただくとわかりやすいと思います。それでは、早速やっていきましょう。まずキーは、B フラットマイナーですね。はい。で、イントロもこの本には書いてありますね。はい。ハモリも書いてありますね、高い方の。はい。という感じで、イントロがついてまして、メロディー部分はこの A の部分からですね。はい。で、一度マイナーから始まりますね。この A フラットマイナー7、これはもうキーが変わったと言ってもいいかもしれないですね。このまま B フラットからそのまま1音下がって A フラットマイナー7の、マイナーメジャー7に転調してるようなイメージですね。で、それがもう一度続きますね。はい、で、ここは黒音だと E フラットマイナー A7 かこのマイナー A マイナー D7 になってます。僕はこの括弧の方がなんとなく好きでいいかなと思いますね。はい。で、この部分では次の A マイナー7 D7 で、ここは同じような感じなんですけど、この場合はもう次の G フラットに向かう、メジャーの2-5になってるんで、なので、この最初の Am7 フラット5、Am7 の、メジャー7と、この似てるようですけど、意味が全く違うような感じですね。この A フラットマイナー、このメジャー7がついてる方は1度マイナーのつもりで、弾くことが、いいと思うんですけど、この G フラットマイナーの前の A マイナー、A フラットマイナーの場合だと2度マイナーになってるので、ここは同じようですけど、意味合いが全く違ってくるというところを気をつけたいですね。はい。で、G フラットに解決してからは、はい、これメロディーがこの位置で動いてないんですけど、コードが動いてる感じで、この本だと親切にこのテンションも書いてありますけど、この6の G フラットからすると6のところで D フラットだと9スで、 C シャープ、あ、C だとシャープ9スになってるというところで、という感じですね。はい。で、その後は2-5ですね。マイナー2-5、C マイナーから。はい。で、B フラットマイナー、メジャー7に解決と。で、もう一度そこを繰り返してサビに行きますね。サビだと、これが転調してる感じですね。転調で、この、平行調のメジャー、D フラットメジャーに転調してると考えると分かりやすいと思います。なので、2-5、D フラットマイナー A7 から、ここだと、あ、そうですね、アドリブとソロと分けて書いてありますね。はい。
このテーマのところだと、この上昇していくようなアレンジで黒本は書いてありますね。はい。ああ、F から。あ、上昇というか、下降してる感じですね。上昇しても良さそうですね。1から。まあ、大きく流れで言うと、2、5から1に解決して、6度7に行ってるような感じですね。そうですね。はい。アドリブのところはそういうふうに書いてあるんですかね。ここはまあ、1じゃなくて、3に行ってますけど、まあ、代理コード的に考えると、流れはそのような感じですね。はい。で、はい。で、次は、ここはセブンスになってますね。そこがちょっと違いますけど。その後は一緒ですかね。3、2、5行って、1に行って、で、次はここが、ここは半音、上がった、この2、5になってて、ここもちょっとポイントですね、この曲の。はい。で、もう一度、ここは繰り返して、最後は、頭の B フラットマイナーに戻るための5度7、F7 が入ってますね。はい。という感じで、結構やっぱり、そうですね。なんかこう、パッと見ると単純そうというか、なんか、そうですね。でもかなり難しい曲ですよね。なんか転調も、なんかしてなさそうで、結構そのさっきの A フラットのところの意味合いだったりとか、そのあたりを考えないとぐちゃぐちゃになっちゃいそうな曲なので、はい。サビはそうですね、その半音上がるところ、そこも気をつけたいポイントですね。はい。では今回、ニカズドリームをお送りしました。ジャズギター100本ノック85本目ですかね。はい、85本目。あと15本ですね。はい。だんだん近づいてきましたけど、この後録音したバージョンアップしますので、そちらもお楽しみください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。